アーニー・ライゼンは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ウィリアムズタウン出身の元バスケットボール選手。出身大学は、オハイオ州立大学。1950年代の NBA で活躍し、ロチェスター・ロイヤルズとボストン・セルティックスの初優勝に、貢献、1998年には、殿堂入りを果たした。アーニー・ライゼンこと、アーノルド・ディ・ライゼンは、大学時代から、 オハイオ州立大学のバスケットボールチームを1944年と1945年の NCWA トーナメントでフィナール4に導く活躍を見せたが1945から46シーズンは学業成績不振により出場停止となったため6試合しかプレーできずその後カレッジバスケに戻ることはなかったはその後 NBL のインディアナポリス・ケンタッキーズでプレーし、ジョージ・マイカンやジム・ポラード、後にチームメイトになるレッド・ホルツマンらと並ぶスター選手として活躍。1948から49シーズンからはバーのロチェスター・ロイヤルズに加入した。ライゼンはロイヤルズ1年目からチームのリーディングスコアラーとして活躍し、このシーズンはリーグ4位となる平均16.6得点。 リーグ1位となるフィールドボール成功率42.3%を記録し、オール NBA セカンドチームにも選ばれた。当時のロイヤルズには、来前にボブ・デイビス、ボビー・バンツァーラといった優秀な選手が揃うリーグ屈指の強豪チームであり、1950から51シーズンのプレーオフでは、デビジョン決勝で当時圧倒的な強さを誇ったミネアポリス・レイカーズを破ると、 ファイナルではニューヨーク・ニックスと対決。ニックスは来前対策として3人のセンターを次々と繰り出すも、来前は彼らを蹴散らし、シリーズ平均21.7得点14.3、リバウンドを上げる活躍を見せ、ニックスを4勝3敗で破って、ロイヤルズを優勝に導いた。来前にしてやられた、ニックスのヘッドコーチ、ジョーラプチックはファイナル敗退後、私なら、 マディソンスクエアガーデンと交換してでもライゼンを取ると、ライゼンを絶賛した。ライゼンはその後も毎年平均ダブルダブルを叩き出す、リーグ有数のセンターとして活躍し、ロイヤルズも競合としての地位を守り続けたが、プレーオフではファイナルに勝ち進むことはなく、ライゼンは1954から55シーズンを最後にボストンセルティックスに移籍した。三十歳を超えていたライゼンは、 セルティックスではビルラッセルラの控えに回るようになった。優勝経験もあるライゼンが加わったセルティックスの選手層は厚みを増し、1956から57シーズンには初優勝を果たしてライゼンは2つ目のチャンピオンリングを手に入れた。セルティックスでは3シーズンプレーし、1957から58シーズンを最後に現役から引退した。バー NBA 通算成績は10シーズン637試合の出場で7633得点5011リバウンド平均12.0得点9.7リバウンドだった2012年8月4日病気のためオハイオ州ビーチウッドで死去87歳ボライゼンは同時代に活躍したスターセンタージョージ・マイカンと比べると線が細く それゆえにスティルツという愛称で呼ばれていたが、そんな外見と反して、ゴール下では強さを発揮し、有力なスコアラー、無骨なリバウンダー、そして多彩な才能を発揮するオールラウンドプレイヤーとして活躍した。ありがとうございます。